アレクサンドル・ファミンツィンは、ロシアの音楽教師、音楽評論家、サンクトペテルブルク大学数理科卒業後、ドイツのライプツィヒ音楽院に留学する。1866年から1872年まで、サンクトペテルブルク音楽院の音楽師、音楽美学教授、1870年から1880年まで、ロシア音楽協会サンクトペテルブルクブ会の、 初期を務めた。評論、執筆分野では、1869年から1871年にかけて音楽シーズン紙の編集担当、1872年以降は、ロシア内外の定期観光物休止に気候活動を展開したほか、ドイツ語の音楽賞を多く翻訳して、ロシアに紹介、ロシアのスコモローフなど、民族音楽に関する著作もある。 ファミンチンは、ロシア音楽協会及び、サンクトペテルブルク音楽院の設立者である、アントン・ルビンシュテインをはじめとして、ニコライ・ザレンバや、ゲルマン・ラ・ローシラと共に、ロシア音楽の保守的潮流を代表する存在だった。1967年に、ルビンシュテインが職を辞して、ロシアを去ると、ファミンチンは、保守派の代表格として、 ミリー・バラキレフらロシア国民学派のグループと激しく対立した。彼はバラキレフたちの無形式と国民主義を否定し、特に音楽におけるロシア民謡の使用について国民的な音楽伝統を創造する手段として適切ではないと主張した。こうした論争の中で1869年にはバラキレフ、派の論客であるラディー・ミル・スターソフを ファミンツィンが告訴する騒ぎにまで発展したが、スターソフは、無罪となっている。ファミンツィンの極度なまでの保守性は、スターソフやツェザリ・キュイラ対立相手だけでなく、同人営のラローシからも批判された。力強い一団のメンバーであるモデスト・ムソルグスキーは、各曲古典主義者及び、ラヨークの二度にわたって、ファミンツィンのウィーン古典派に猛獣する姿勢を、風刺している。 ありがとうございます。